はい、どうも皆さん、こんにちは。バーベロンです。ということでね、今回はテンション低めなんですけども、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、とんでもないバグが発見されました。ショットガンのスラグ弾っていう、弾が一発しか出ない代わりに遠距離届くってやつがあるんですけど、基本ね、やっぱり弾が一発しか出ないので、エイムして当てなきゃ、そのショットガンは、キルできないんですよ。射程距離上がる代わりに。でも、バグで、クロスヘアの中にいる敵なら、弾がホーミングするんですね。弾がホーミングして敵に飛んでいくので、実質、オートエイム武器、本当のオートエイム武器が誕生してしまいました。まあ、まずはね、2分ぐらいの動画をご覧ください。普通スラグ弾だからさ、こうやってエイムして、こうやって当てなきゃじゃん。これが、弾一発でないからね。それが、適当に走って、このクロスヘアの中で撃ったら、弾がホーミングするっていう、こう印で。ほら。ほら。狙わなくていい。狙わなくていい。はい。で、クロスヘアの中に入ったら、これホーミングするから、この、公式チーターやん、わら。ジャンプでさ、クロスヘアさ、広がるじゃん、一瞬。こう広がった中に敵を入れて撃てば、弾が自動的に飛んでいくの、これ。そのクロスヘアの中に入った敵は、自動的に一発で死ぬと。狙わなくていい、スラグ弾なのに。ね、こうやってスラグ弾なのに。で、こうやってね、はい。スラグ弾なのに狙わなくていいと。いうことですね。はい、死んでください。よくさ、ちょっと口悪いけどさ、配信でちょっとどうい口う悪こいとこと言うけどで、さ、ちょっと待って、エイム障害者用の武器ってさ、昔から言われてるじゃん。ね。エイムしなくていいから。で、これは完全に本当のエイム障害者用武器。なぜなら弾が敵にホーミングしていくから、本当のエイム障害者用武器。ほら。狙わなくていい。スライディングしても、このクロスヘアがこう伸びるから、スライディングとかジャンプ打ちに普通にやれば、結構こんな、ほら、ほら、本バ当リの、アフリー。あ、そう、バリアフリーだね。いい言い方だね。何これ。 は？こういう慌てちゃう人。どこだろ、どこだろ、ショットガンの楽しさに気がどこだろ、あ、ついどてこしだろ、まったどこか、だろ、わら。どこだろ。あ、いた。どこにいるんだろう、敵。わかんない。あ、ちょっと焦っちゃうな。あれ、どこだろう。打ち合あ、あいそのこにいた。手も見えずで、おわし、らあ、わやっら。た。やった、倒した。あ、あそこにいる。あ、やった、倒した。ね。っていう、混乱しちゃう人にも使えます。アーミリオンちゃんのおすすめ武器知りたい。あ、おすすめ武器今紹介します。はい、皆さんにね、おすすめ武器紹介します。とりあえず、アこイれ。クの近距離もカバーできる。AK のラピッドファイヤー。これね、ほら。こんな感じで、殺せるのはね、遠距離の敵。もう、これで待ってるじゃん。ほら、殺せる。この、ダダダンで殺せるんだけど、ラピッドファイヤーつけたら、この連射速度になるから、遠距離のやつをこうやって殺せるのね。最強じゃん。まあ、こうやって、こうやって。これが最強で、ちなみに、まあ、これはね、近距離弱いじゃん、やっぱり。近距離さ、こうやって近づくと、あ、エイム合わない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 ってなっちゃうじゃん。そういう時におすすめなのが、サブに、これね、こうやって、あ、エイム合わないってやったら、サブにこれを持つの。これ持ったら、近距離オートエイムだから、これ。このクロスヘアに入った敵を全部殺せるのね、この武器で。これサブにこれ持つといい。遠距離はさっきの、ね、こうやってこんな感じ。遠距離はこれを殺せるじゃん。ほら。はい、これ最強武器ね。はい、ニュありがとうございました。ース無視。はい、ということです。どうだったでしょうか。まあ、昨日の配信でね、これの噂を知って、とんでもないバグです。弾が敵に向かってホーミングしていくなんていうバグは、正直 COD 12年間やってて、一回も聞いたことがないレベルの、バグですね。しかもショットガンでそれが起こっちゃうっていう。はい。なんかショットガンだけいつも有利なバグがあるんですよ。有利なバグ。MW3 の時も、ね、なんか、とあるバレットをつけたら、弾の数が増えちゃったり、本来増えないはずなのに増えちゃったりして、威力超アップ。で、今作は弾がホーミングします。はい。しかも、こ
これバグじゃないですか。で、この AEK のラピッドファイアもバグなんですね、これ。はい、これは多分仕様とかじゃなくて、完全にね、AEK のラピッドファイアはバグです。はい。なのでね、さっきね、先ほどの動画でも言った通り、オーバーキルを、オーバーキルをつけて、でメインに AEK のね、ラピッドファイアつけて、遠距離をバカスカ抜きまくる。で、近距離近づかれたら、オートエイムショットガンでね、殺す。もう、メインバグ武器、サブバグ武器っていうね、ことが可能です。やばいです。やってくれました、運営さん。はい。本当にすごい、これね、不思議なんですけど、テストプレイってしないのかなって、毎作。テストプレイしたけど、出しちゃったら、なんかシステムの不具合でそうなっちゃうのかな。なんか、ショットガンだから当たるだろうみたいな感じでやったのかな。ちょっとわかんないんですけど、あとね、もうすぐニューヨーク来るじゃないですか。この動画が上がってね、数時間後にはニューヨーク来てるんですよね、深夜に。いやー、そのニューヨークが来ると同時に、自分の予想では、いろんなアップデートが多分追加されると思います。いろんな武器の調整、ちょうど1週間経ったし。そこで多分、まあ希望としては、AEK のラピッドファイアは弱体化されます。多分ね。てか、必ずされると思う。さすがに。だって、ね、初日からやばかったじゃないですか。その AEK のショットガン。あ、AEK のショットガンじゃない。混ざっちゃった。AEK のラピッドファイアって、初日からやばかったんですけど、多分弱体化される。ただ、ね、ショットガンは、つい昨日見つかったバグなので、間に合わない可能性があります。ニュークタウン。ニュークタウンで、バグショットガンが大量発生、はい、します。ただですね、ニュークタウンは狭いんでね、はい。これはね、もう、予想とかじゃなくて、もう予言もうしますね、完全に。まあ、動画にしようと迷ったんですけど、こういうの。正直もう、動画、他の投稿者に2本ぐらいもう、開けられてて、ああ、やられたと思って。まあ、これはもう、流行るな。うん、流行るのは避けられないな。って思いましたね。まあ、でもね、10メートルかな。ワンショットは。10メートル。まあ、10メートルでも結構長いんだけど、まあ、その10メートルの距離を、応答、弾がホームイングしてくるので、まあ、対策方法はないです。はい、対策方法は、ショットガンに10メートル以内に近づかせないかと。こっちがどんなキャラか、伏せ打ち、ジャンプ打ち、オムニムーブメントやっても無意味です。なぜなら弾がホーミングしてくるから。はい、無意味なので、できる限り近づけさせないこと、ショットガン。以上が対策になります。はい、ちょっとね、早急に、本当に早急に直してほしい。運営さん、お願いします。皆さんも使わないようにしてください。終わります。